ました。3日目後半戦は第8レース一般戦で5号艇の松井船を回してまいりました。その懐に1号艇の大江順で1号と人気の両者、あとは2、3、4、6でしょうか。早めのコース取りで、まずインコース1号艇の大江順です。さあ大江がここはイン速攻の活躍、初勝利なるかです。そして回り込んで5号艇の松井茂、今大会のドリーム戦の勝者の今回予選落ち、今日の2走活躍なるかで1号で少し深くなりそうです。3コースに2号艇入りそうで、冷田誠也1号2、3号艇が引っ張りますかで後藤隆義、4号艇で佐々木大河、アウト勢動いていきます。3号艇、4号艇、そして一番外へと6号艇で浮田義弘、今日前半戦イン逃げ2勝目。スロー勢が1号2、ダッシュが3、4、6、インコース2コース深め、2対1対3の形となって進入体系固まってまいりました。少し雨足が弱まってまいりまして、後半戦第8レース、大時計の針、12秒進の回転となっています。後半戦第8レース、スタート10秒前です。インコースから1番、5番、2番、3番、4番、6番、まもなくスタート。2秒、1秒、今スタートしていきました。好スタートはインコースから1号艇の大江がトップスタート、そして5号艇、2号艇、スロー勢です。逃げる1号艇の大江、握っていった2号艇、刺して5号艇、3号艇、あと4番、6番、さあバックセッチャー先頭、1号艇、陰線からの大江順、そして一定身から二定身で握っていった2号艇の比枝で1番と2番、3番手集団に3号、4が固まって、あとは6号艇、なおスタートは正常でした。ランタンマーク、まずトップは1号艇で陰線から大江、そして2番手、2号艇の比枝、ところ突っ込んで6号艇、後ろ3番、5番、4番ですが、先頭2番手は変わらず1番、2番、そして3番手は内からくるっと3号艇上がってきて、上位がここも1、2、3となってまいりました。先頭が1号艇の大江がイン逃げ、2番手は2号艇の比枝誠也、3番手には3号艇の後藤隆義、1、2、3、2周目で出したマークからバックスレッチ、先頭1号艇、差し返す2号艇は届かず、3番手3号艇の振るところ6番、5番、さあ差が縮まってまいりまして、3番手集団、3号艇、6号艇、5号艇、接戦となってまいりました。3番、5番、6番と今度は3艇固まってもつれて3番手争いです。ラインタンマーク、注目3番手争いは届いた5号艇の松井茂が回って、懐3号艇、6号艇が差し返していきますが、さあ3番手争いはわずかにここで松井が逆転成功、1、2、5に変わって最終周回へと入ります。さあ現在の3番手は5号艇の松井、そしてまだわずかでは3号艇、最終周回で第3マークは先頭1号艇、2番手2号艇、3番手は5号艇の松井が回って、懐3号艇、6号艇ですが、ここはしのいで5号艇の松井が3番手、上位が1号艇、2号艇、5号艇、1、2、5となっています。そして水が入っていって3号艇の後藤、あとは6番、4番の順です。さあ最終ターンマークを迎えますが、1号艇の大江順がイン速攻で初勝利、そして2番手2号艇の比枝、3番手に5号艇の松井で、第8レースの一般戦は上位が1、2、5となって間もなくゴールです。先頭1番ゴーリン、2番ゴーリン、5番ゴーリン、3番ゴーリン、6番ゴーリン、4番がゴーリン。